願いいたします。お正月にもかかわらず、たくさんお集まりいただきまして本当に、感謝いたします。今日は実はですね、昼間7、8年ぶりに高広と、初詣行ってきました。そこで高広は何を目標に神様に近づきたのかわからないんですけども、私の方は、3つ、今年のドリストの目標を、神様に誓ってまいりました。内緒で教えます。一つが、もっと設備を充実しようということで、トーチを入れようと、決めてまいりました。あのトーチって知らない方もおられるかと思うんですけども、天秤だとかセブンピンだとかコントロールを良くする、練習の機会です。早めに入れて皆さんにいっぱい練習してもらって天秤をミスらないようにしていただきたいなと思って、まあそれは冗談ですけども、設備もきちんとやっていくということを一つ、目標に掲げました。もう一つが、社員のですね、スタッフの、教育をもっと強力にして、皆さんに日々日頃ですね、ご迷惑をおかけしていることも多々あると思います。叱咤激励していただいて、スタッフの、意識レベル、そういったものを上げてですね、もっともっといいボウリング場にしたいというふうに思っております。3つ目が、日本一きれいなボウリング場を、保とうと目指そうということで、このセンター内はもちろんですけども、メカもですね含めて、日々清掃から始まって皆さんがいつ来ても気持ちいい状態でボウリングができるようなボウリング場を、目指していきたいというふうに思います。今年末年始でお客様がたくさん見えてられるんで、ボールがちょっと汚くなる可能性があるんですけど、お正月終わったら徹底的に掃除させます。それでいつで来てもですね、綺麗な状態で皆さんをお迎えしたいというこの3つを神様に目標として、挙げてきてますので、それを実行して、そして、たくさん今年も皆さんに、ドリスターを可愛がっていただきまして盛り上げていただければ非常に嬉しいと思います。最後になりますけれども、うちの所属プロたち、今年もまたトーナメント等々で活躍すると思いますけれども、皆さんのご声援のほどよろしくお願いいたしまして、新年のご挨拶に返させていただきます。ありがとうございます。